絶賛カオスを極めている国内と海外で大議論中のキャラクター人種問題。そんな中、このキャラクターのことは知らないけど、自分はファンアート作者を応援したいと、ブクブシの飯田ファンアートのファンアートを描く外国人がまさかの登場。このファンアートに海外から多くの反応が寄せられていました。それでは海外の反応です。お、セクシーでたまらんな。元のファンアートも最高だったけど、このファンアートも最高だな。青、めっちゃセクシーでいいじゃん。他のキャラもぜひ描いてくれよ。最高のファンアートだな。俺はどっちも大好きだ。このファンアートを支持する。スプラトゥーン知らないの？実はまだやったことないんだよね。ただこのキャラのことは見たことあって、以前から魅力的なキャラだと思ってたんだよ。いや違う、これが彼女の本当の姿だ。そうだな、それもこのアートも彼女の魅力的な姿の一つだ。うん、かわいい。アメイジングだ。ゴージャスで素晴らしい。あなたのスタイルが大好きだ。アーティストを擁護してくれてありがとう。早速肌を黒くしてる連中が出てきて笑った。またアート修正者が出てきたな。誰も彼らのことが好きじゃないっていつになったら気づくんだろう。悪というものは想像することを知らない。肌堕落させるだけだ。肌の色変更する以外やることないのかな。あなたは知らないんだろうけど、このキャラクターは黒人だ。そしてあなたが描いたものは白人に見える。残念なことに、公式イラストでもすでに彼女はかなり明るい肌の色をしてることがあるんだけど、もしかしてゲームやったことない？飯田はまさにタコキャラクターの中で最高のワイフだよね。ブクブが描いた彼女はまさにチョコとピーナッツバターの相性抜群って感じで最高だった。めっちゃいいファンアートだ。任天堂が彼を見つけるのも遠くはないな。いかがでしたか？よければ皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。